じゃあ、はい。ですね、今日取り上げる本が、本当ごく最近出た本で、その山本七平の思想という本です。で、東谷さんっていう方が、書かれた本で、この山本七平についてはですね、以前個人的にですが、空気の研究っていう本を読んだ、その日本人と英大臣やなんかを見たんですが、なかなかその読み切るのが大変だったっていう記憶があってですね、なかなかそれをどうやってこの東谷さんがですね、紹介しているのかっていうことが非常に関心があって取り上げました。で、この方の紹介はですね、そのレジュメの頭に書いてあるんですが、この人のね、その、預言者梅沢忠夫っていう、これ文春文庫に出てるこの本は非常に面白く読みました。帰還民族学かな、その編集をずっとやったんですね。それで梅沢さんとはそういう関係で非常に長い付き合いがあった方だと思います。で、その経済書やな、本としては経済書関係の本を出したりですね、エコノミストは信用できるかっていう本とかね、その日本経済新聞は信用できるか、そういう本を、これまでずっと書かれてきて、それで僕最近は梅沢忠夫について書きで、今度はですね、山本七平の思想っていう本を、書かれたということで、取り上げてみたと。で、この本、そのプロローグのところでですね、そのこの、山本七平の評伝でもあり、同時にその入門書として、読んでいただくことができるように、書いたというふうなことなんで、で、ここで特に取り上げるのはですね、山本七平の評伝的な部分と、それから空気の研究ですね、それをここでは中心に取り上げたいというふうに思ってます。それでまずですね、この山本七平という人はどういう人なのかということを、簡単にですね、ちょっと追ってみたいと思うんです。で、このことは山本七平は1921年、だから大正10年ですね、東京の三軒茶屋に生まれたと。それで両親がクリスチャンで、その長男として、出世し、父親は牧師さんだったということですね。で、ちょうど安息日に生まれたということで、七平という名前が付けられたと。で、当時のですね、クリスチャンの世界というのは非常に、その狭い世界で、ひっそりと生活していたというふうな、ことだと思います。で、子供時代は世間から異教徒として見られているということを自覚せざるを得なかった。それで父の叔母の夫っていうのが玉置鳥久っていう人で、この大学受験で処刑された大石清之助の実刑にあたっていると。で、七平もこの叔父の記憶があると。で、父文之助は早く父親を亡くしたことから大石清之助を父親のように敬愛していたと。事件後は、玉置鳥久が何かと気をかけてくれたというふうな、そういうこの大石清之助との関係があるということですね。から七平は生まれた時から、キリスト教徒、両親がキリスト教徒ということで、他の多くの日本人のキリスト教徒のように、その改心の経験、体験がなかった、そのことを無念に思っていたというふうな、ことが紹介されています。で、中学生の頃から非常に知的な関心が高く、無類の読書好きだったと。で、中学生になってからですね、当時の社会主義、
者やアナーキストの文献を、まあ、読み始めた。で中学5年になって、読者は聖書の研究の方へ変わっていくと。で 青山学院の高等商業部に進学すると、今度は読書もドストエフスキーや哲学書から聖書考古学にも、まあ、手を伸ばすようになったと。それで1942年、昭和17年に繰り上げ卒業すると、陸軍の第二講習合格で召集され、近衛野砲兵連隊に入隊した後、講習幹部候補生試験に受かって豊橋第一陸軍予備士官学校に入学していると。で、まあ、歩兵将校として、まあ、教育を、まあ、即席教育されて、1944年の5月に、文字を執行してフィリピンの戦場に向かった。でフィリピンでは、第103師団歩兵隊本部付きの予備役の野砲少尉として、ルソン島の北部のジャングルで、まあ、敵米軍と対峙する戦争体験を持っていると、そういうことですね。で、山本氏には、戦争についての本、自分が体験した戦争についての本を、まあ、確か3冊ぐらい書いていると思いますが、まあ、著者、この本の著者はですね、そのフィリピンの戦場で、その山本氏が生涯忘れることのできない、2つの体験をしたというふうに、書いています。で、1つは2人の部下を死なせたということですね。で、まあ、これはまあいろんな経緯があるんですが、その軍隊はルールで動くけれども、その例外ルールっていうことが時に必要になると。で、その時に部署間で、部署の間でですね、その頼んだ方、押し付けた方が貸しを作って、で受けた方が貸しを作る、まあ、そういう暗黙の了解事項が出来上がると。で、このここでその七重はそれに慣れてしまい、その指摘されて初めて理解したと。で、その部下の死っていうのはですね、その山本七重の借りを返す 役回りを担ったことで、米軍機の機銃掃射を受けて、まあ、死んだということだったと。で、もう一つは、その体内で一番親しさを感じていた愛将尉という人がですね、その撤退命令が出ているにもかかわらず、まあ、それを無視して、まあ、前線にとどまったと。で、そこを、まあ、米軍が攻撃してきた。で、その愛将佐から救援を求められたけれども、結局見殺しにしたと。で、もしその救助のためにですね、部下の命を捨てさせるわけにはいかなかったんだと。この事件からその山本七重が引き出したのは、その戦前の暴走を知る者がいなくなることによって、戦後の暴走が起こりつつあるのではないかという、まあ、危惧があったというふうなことですね。それは、まあ、非常に興味深いと著者は、まあ、書いています。で、その山本七重はいわゆる降伏命令後にですね、米軍の捕虜となって、カランバン収容所に入る。そこで軍隊の階級秩序が崩壊してしまうと、別の秩序としてですね、ヤクザによる暴力的な支配が始まったということですね。これは日本人収容所に多く見られたものらしいと。ところがアメリカ人の捕虜収容所の記録などを読むと、これ自制的に自治組織が形成されているというわけです。で、なぜ日本人収容所にはですね、それができなくて暴力支配になるのか、まあ、姿勢はこのなぜに対して、日本軍隊は兵士の言葉を奪ったからだとふうに考えたと。その上官の命令は絶対で、聞き返すことすらできないと。聞き返せば殴られ、リンチされかねないと。結局黙らざるを得ない。この沈黙の習慣が高じて、自発的な行為ができなくなる。
ではその軍隊経験のない日本人が収容所に入れられたら自らの秩序を作り上げることができるだろうか。この日本人の秩序感の問題はですね、今も問われているというふうな、そういうふうに確か指摘していたと思います。それとその日本の戦時、戦時体質ですねは戦後も続いているというふうな認識が、山本紙幣の中にはあると。で戦前戦中の日本に見られるその現実と空想な言葉との乖離は戦後日本においてもその続いているというふうな認識があると。でルソン島での体験ですけれども、その米軍に比して武器の数が圧倒的に足りないと。であっても古いものととか、故障したものが多いってわけですね。でそれにもかかわらず日本軍の指導者たちは精神力で敵と渡り合えっていうふうに言うと、武器対精神力、武器っていうのは確定要素、精神力っていうのは不確定要素だ、それで戦えと。であやふやな精神力をあとは確定要素であるようにして戦争を始めるおかしさをですね、戦後もずっと考え続けた。で確定要素対不確定要素をですね、実体語対空体語っていう言葉で解析した文章があると。これは日本教についてっていうところでそれについて触れていると。で小室直樹との対談ですね、日本教の社会学で次のような話が出てくると。太平洋戦争末期無条件降伏という、実体語があれば、一方の一億玉砕という空体語でバランスをとっていたわけだが、一億玉砕という空体語の 極限でこれ以上も空体語を詰めないと。そうなるとバランスが崩れて両方が落下してしまい、実も空もない自然許諾状態になってしまうと。で戦後はその空対語の方に民主主義でも何でも積んでいったと。でこのバランスを取るための実対語の方はの事実はですねを積んでいかなければならないというふうな話をですね、小室直樹との対談の中でしていたと。で空対語と実対語がバランスをとって人は社会学的に機能させる状態が空気なのだというふうに言って、山本氏が、そこで空気という言葉を使って指摘しているということです。で山本氏のですね、空気の研究というのはいかに生まれたかということを、そこに、ちょっと触れてですね、終えたいと思うんですが、その、日本人は空気に流され判断を誤りやすいっていう、警告した、思想家としてですね、山本氏は言われると。しかし一方でですね、あの人は KY 空気が読めないっていうか、空気を読むことができない、だから困るっていうふうな話が一方でされるわけですね。そうするとその論じられている空気っていうのはそう簡単なものではないというわけです。で山本氏が、引いた例として一番出てくるのはその戦艦大和の話が紹介されます。で大和 のいわゆる軍令部次長だった小沢治三郎のその全般の空気よりして当時も今日も大和の特攻出撃は当然と思うという言葉があると。で成功の可能性が全くなかった特攻出撃は意味ある作戦ではなかったが、そう決定されてしまったと。で空気が合理的な判断を抑え決定を促したと考えざるを得ない。でこうしたことは戦前だけのことではないと、戦後にもあると言ってですね、公害問題を取り上げて論じています。でこの本はちょうど1977年にですね出版されていて、これずっと雑誌連載
されたものをまとめて本にしてますので、ちょうどこの時期、まあ、公害っていうのが過剰にあった時期だと思います。まあ、そのあたりずっと読むとですね、確かにちょっと議論がずれているっていうふうな受け取り方がされると思うんですが、その、東谷さんはですね、七重が論じているのは公害そのものではなくて公害の論じ方だっていうふうに言うわけです。例えば、まあ、自動車の排ガス問題で、窒素酸化物の濃度を問題にするのではなくて、少しでも検出されると公害だ、危険だとする間違という、まあ、そういう指摘がされるというわけですね。で、評価が定まらない事象について、その意外と空気で判断しているということが多いというわけです。で、合理的に考えれば妄想のような認識がなぜ日本では時代を超えて、まあ、生じやすいのかと。で、この問題に山本氏は取り組んだと。で、著者はですね、確かにその非合理的判断っていうのはですね、他にもいろいろあるわけですね。例えば群衆心理とか、ここでは、まあ、沈黙の螺旋っていうふうな、これは、まあ、一方的主張に対して沈黙する人が多いとですね、螺旋的に拡大してしまう、主張がですね、拡大してしまう。から、まあ、認知的不協和、ある思い込みがあるとその反対の事実が突きつけられるとそれを無視してしまうってわけですね。まあ、その時にこう不快感というのは残るんですが、まあ、そういうこと。しかし、まあ、このそれから、まあ、ダニエル・カーネマン の、ファスト・エンド・スローっていう、いわゆる行動経済学ですね、あの即座の思考っていうのは直感感情が入り込み、その非合理に陥りやすいと。で、時間をかけた思考は合理性が高いというふうに、で、まあ、多くの場合はこれが混在しているんだということです。で、こうした理論で日本の社会によく見られる空気は説明できないと。だから社会学とかですね、そういうもので、その山本志平は空気って問題を捉えられないんじゃないかっていうふうに、まあ、考えたんじゃないかということですね。で、この空気っていうものを考えるとき、山本七平はですね、独特な言葉を使います。それは臨在感っていう言葉が出てくるんですね。空気に支配される理由を説明する言葉です。で、この臨在っていうのはプレゼンス、いわゆるキリスト教用語だと神がまさにそこにいることを示す言葉だと。で、次に著者の説明するその山本七平の作った言葉、まあ、臨在感についてですね、見ていきたいと思います。この言葉は単なるものや言葉に影響力を及ぼす能力に潜んでいるかのように感じてしまう心理的な習慣のことであるというふうに言ってます。例えば、まあ、公害の元凶とされるものが置かれていると、その日本人は反射的に恐怖を感じて体が動いてしまう。あるいはイスラエルのですね、これ遺跡の発掘みたいなことに参加した、まあ、日本の学者たち研究者たちだと思うんですが、そこで、まあ、人骨が大量に、まあ、出土して出てくると。そうすると体調を崩してしまう、まあ、そういうことが挙げられています。で、山本氏は日本人の宗教観がそのアニミズムに根を持つからだっていうふうに論じているんですね。ただのものに、魔力を感じ、ひいては日常の思考が論理的かつ科学的なものになりにくいということだと。例えば、まあ、仏教が日本に入ってくるとですね、そのアニミズムと集合して天台本、まあ、本格思想のように、草木国土疾海成仏っていうふうな、まあ、そういうふうになってくると。これは、まあ、インド
の仏教ない、中国の仏教にないものなんだと。で、仏教学者の中村はじめはですね、仏教に限らず日本に入ってくる思想っていうのはほとんど全て現実肯定的な日本的思想に作り変えられてしまうというふうに指摘していると。で、こうしたアニミズム的な精神傾向を持つ日本人はどうしても目の前にあるあらゆる現象を肯定的に受け入れてしまう傾向が強くて、欧米人のようにキリスト教で使われた堅固な一神教的論理及び、まあ、倫理を形成できないというわけですね。で、日本人は世界と自分と世界を自分と同類のものとして肯定的に見るために同情的な気持ちが優先して、欧米人のように厳しく突き放した批判的な見方ができない。で、そこで山本七平は空気から抜ける方法として水を差すっていうことを言うわけですね。これによって、まあ、批判的な気持ちを生み出し現実に引き戻されると。で、これが水通常性の研究として、まあ、展開していくというふうなことになります。で、次にですね、この、日本のその状況倫理とキリスト教圏の固定倫理っていうふうな話が、展開されていきます。で、その、まあ、状況倫理っていうのはある状況ではああすることが正しいけれども、この状況ではこうすることが正しい、状況づけられるわけですね。正しさが当時の状況も知らずにその状況を欠落させて今の状況下の基準でとやかく言うのは見当違いだと。当時の状況ではああせざるを得なかっただと。非難されるべきはああせざるを得ない状況を作り出したものなんだというふうな、まあ、倫理観の基準ですね。まあ、この例としてその山本七平は共産党のリンチ事件、戦前のですね、リンチ事件を取り上げています。で、そこでその倫理には3つの種類があるっていうわけですね。固定倫理、それから状況倫理、それからまあ辻褄の合わない論理ですね。で、この、状況倫理っていう、まあ、固定倫理っていうのは、まあ、このリンチ事件で言えばリンチは悪いと、だから誰に対しても絶対許されないと、特攻のリンチも共産党のリンチもいずれもまあ許されないというふうなことですよね。だから状況倫理になるとこの強権的な苛烈な弾圧のもとにあったんだから、その状況下で発生したまあ共産党のリンチはそれだけを取り上げて同一規範で律してはならないと。リンチ行動が出ざるを得ない状況を作り出したものこそ非難されるべきであると、まあ、こういうふうなことになると。で、ついつまの合わない論理っていうのは、まあ、二のような状況にあったことは事実だが、その状況下でもリンチはなかったと、まあ、言うと、まあ、こういうふうなことを取り上げていますと。で、この中で固定倫理っていうのは、うん、キリスト教圏の倫理であり、その状況倫理はキリスト教圏の固定した倫理を緩和するべくすべく生まれた倫理だというふうに言うわけです。で、3のつじつまの合わない論理は戦前戦後にマスコミの倫理として使われたものだというふうな、まあ、言い方をしています。で、まあ、その日本に見られるその状況に合わせた正しさを求めていってもですね、それは倫理規範にはなり得ないんだというわけですね。で、自分たちの仲間内だけで通じるものでしかないと。で、それなのに日本人はしばしば正しさの根拠を移動させて、そのことに深刻な倫理崩壊を感じることなく過ごしてきたと。で、固定した視点がないということは目の前の愚行が空気によるだから水を刺そうと思っても
固定輪理がないためにいつの間にか水が空気に変わってしまうと。なぜそうなのか。で、確かにいつも水を差す銃を確保しておけば大丈夫と思いがちだが、水とはいわば現実であり、現実とは我々が生きている通常性であり、この通常性がまた空気を醸成する元になるということを忘れていたからだということです。で、空気の支配は日本文化そのものといっても良いアニミズム的なものを規定に置く状況倫理によって生きているからなんだというふうに、まあ、山本氏は言うわけです。で、固定した絶対的なものがないから水も空気に転じてしまうというわけだと。で、この日本的、根本主義についてはファンダメンタリズムということだと思うんですが、では、まあ、キリスト教の一神教の論理と日本教のですね、多神教あるいはアニミズムが、まあ、対比されます。で、キリスト教には神学があるから、まあ、民主主義も自然科学も矛盾なく位置づけられると。一つの合理性追求と聖書絶対は一体となっていると。で、合理性は聖書的神聖性とは宗教と科学という形で必ずしも対立しているわけではなくて、一方の追求は究極的には一方の成就となるという発想になるという。で、明治の近代化で、まあ、明治憲法体制を導入する際、その伊藤博文は西洋のキリスト教的伝統と西洋の憲法を分かちがたく結合しているということは知っていたが、明治憲法体制は西洋から分離して持ってきた憲法と日本的な天皇制と併存させようとしたと。で、キリスト教の代わりに皇室制の崇敬を置いたわけだと。この日本的ファンダメンタリズムはキリスト教のような絶対者を頂点とするのではなく、家族主義、家族的相互主義に基づく自己及び自己所属集団の絶対化とも言えるものだというわけです。で、それは反神論的神聖性と呼ぶべきものだと。天皇神権による政治制度はその神が自然そのものといった宗教感覚の中で維持できるものだと七平は言うと。で、著者はこのイメージを、まあ、キリスト教文明における合理性と聖書の絶妙なハーモニーという観点から見れば、そのグロテスクで湿っぽいアニミズム的な構造物に他ならないと、まあ、日本の一つの、日本の思想、まあ、日本のあれですね、根本主義というのは、まあ、そういうふうなものにならざるを得ない、まあ、比喩として使っていると。だからこうしたものは空気も水も混然となって存在しているわけだと。この空気とは本能のようにして人々をまあ拘束していると。そして、まあ、それにまあ自覚しつつ性急にならずにそれぞれの事態を確認してバランス感覚を発揮して虚語や空対語が肥大していないか確かめるより他はないんだというふうに、まあ、この、紹介している著者はですね、結んでいます。で、著者自身もですね、この、東谷さん自身もその空気の研究というのは分かりやすい作品ではないというふうに言っています。ここには3つの文章が、まあ、入っているわけですけども、この文章の論理はですね、それぞれ微妙にねじれがあると感じると。で、相互に矛盾しているような印象を受けかねないというふうにも言っています。まあ、ここではですね、特に、まあ、空気の研究を軸にして、まあ、山本紙幣について、まあ、紹介したわけですけれども、あるね、こう山本紙幣の、まあ、日本人論あるいは日本文化の特殊性っていうものを、まあ、
際立たせたものとして、まあ、私は受け取りました。で、空気を論ずるっていった場合にですね、もう一つ、あの言語学者で鈴木隆夫っていう人が指摘した、まあ、日本人の認証代名詞の使われ方っていうことが非常に、あの私はもう記憶にあるんですけれども、あるいは、まあ、社会人類学者の中根千恵さんの縦社会の人間関係、そういうものをこう別の視点から見ることはできないだろうか。あ、でももう一つ、あのいわゆる漢字文学圏ではですね、木っていうことが非常に使われて、もう日本の言葉の漢字の中にですね、木がついた言葉って非常にたくさんあるわけですね。で、この木っていう言葉をそのどんなふうに使ってきて、用法としてどんなものがあるのかということと、この空気の問題と重ねて考えることはできないだろうかということをまあ感じて、この報告ちょっと終わります。はい、はい、どうもありがとうございました。